住宅・不動産事業を展開するオープンハウスが金融事業に参入することがテレビ東京の取材で分かりましたオープンハウスの100%子会社がすでに銀行代理業の許可を得ていて住信 SBI ネット銀行と協力した上で近く住宅ローンなどの金融サービスに乗り出しますサービス名はおうちバンクで 入居時のライフラインの契約をワンストップで行うなど新たなサービスを展開していくとしています正式な発表は今月5日の予定で不動産専業の企業が金融機能を持つのは業界で初めてとみられます金融事業への参入を機にオープンハウスとしては今後住宅購入に伴う膨大なデータを活用しながら 金融と IT を融合したフィンテック事業に本格参入する方針です。